もいい。エナちゃんだけ映ってる。本当だ。Sorry, if you wanted to, you can take your mask off, please, just so they can see. よし。あ、いた。本当だ。Well, we'll start with a moderator question in English, and then if there are any questions in English online, we will go to that. But congratulations, fantastic win. Just talk us through your very hard-fought match today. yeah, it was a really good match. I think, well... We haven't really played like two matches in a day, so I think it was both physically and mentally challenging for us. But I think regardless of that, we played pretty well, and our opponents are we're hitting pretty like big shots. So I think we just had to play our game and try and be aggressive as we can. So I think we did well. For the online journalists, if you have any questions in English, please raise your hand. Okay, we'll go to Japanese in the room. Thank you, Kaneko. それで今日優勝された気分についてどういうふうに感じてますか？そうですね。まあ、もちろん優勝できたことは嬉しいんですけど、まあ、やっぱり今日の準決勝決勝と、まあ、私自身もやらなければいけないことが、実行できないシーンもたくさんあったので、まあ、どちらかというと反省の方が多い試合だったと思います。なので、まあ、やっぱり全豪に向けてもう一回気を引き締めてやっていかないといけないと感じました。はい、優勝してとても嬉しいです。そうですね、まあ準決勝も決勝も、あ、準決勝は、まあ、いっぱい相手のマッチポイントとかもあったんですけど、まあそれでも私たち の, まあ、ゲームでカムバックできたので、それはとても嬉しくて、今日の決勝も、まあ、ちょっと思ったよりなんか、まあ、綺麗な試合はちょっとできなかったんですけど、まあ、それを、まあ、乗り越えて、まあ、1ポイント1ポイント、まあ、それでも自分のテニスをやれて嬉しいです。青山さん、先ほどそのまだ反省の方が多かったっておっしゃってましたけれど、もう今年に入って負けなしで、その中でもまだそれだけこう自分に厳しい理由っていうのは何なんですか？何なんですかって言われて、ちょっと失礼な言い方ですけど、どういうところ、はい、まあ、一つの要因に、まあ、やっぱりコーチが厳しいというか、しっかり試合を客観的に見て、で、まあ、足りないこと、必要なこと、できていることっていうのをアドバイスもらっているんですけど、まあ、やっぱり、まあ、私がもっとできるのにそれを出さないことをやっぱり、まあ、嫌うというか、やっぱりもっとできるっていうふうにプッシュされることが多いので、まあ、そういうふうな見方になることが多いのかなと思います。まあ、あともう一つは、まあ、やっぱり自分がやっていて変なミスとかをしてしまった時に、やっぱりこれじゃお客さんもつまらないよなって思ったりとか、やっぱり見ててもっとこう楽しいなとかワクワクしてもらえるようなプレーをしていかないといけないなとは思うんですけど、まあ、やっぱりそこができてなかったかなって思ったりすると、ちょっとまだまだかなと思います。そういうところでは自分は勝っても、いやこれじゃダメだってなるのか、いややっぱり勝ったら嬉しいよってなるのか、どんな感じですか？いや私も結構自分に厳しいんですけど、
そうですね、やっぱり、まあ、さっき言ったように決勝が、まあ、思ったよりちょっと綺麗な、なんか、うん、まあ、ストロークとか、なんかいつもみたいにちょっといいショットとか打ててないなとか思って、で、まあ、前にいてももうちょっと出たかったなっていう場面あったんですけど、まあ、そこを、まあ、反省して、練習して前後に、もまたいいプレーを出せるように、はい、したいです。Okay, we'll move to online. Thank you. Online journalists, to ask questions in Japanese, please raise your hand. Owada, please ask your question. Sorry, Owada, try unmuting your microphone. Sorry, can you hear me? We can hear you now. Yes, thank you. おめでとうございます。結構隔離とか生活があって、ダブルスでっていう練習が大会前、大変だったりしたかと思うんですけれど、2人でこうどういうやり取りして、どういう準備してきたかっていうのを教えてください。はい。そうですね、まあ、予定ではその隔離の2週目に、まあ、他のチームとも練習できる予定だったんですけど、それできなくなってしまって、まあ、ただアブダビで試合も、こなせていたので、まあ、自分たちの課題を見つけて2人とまあコーチと練習をしていたっていう感じです。2人でバラバラにそれぞれってことですよね。一緒に練習してたんですけど、まあ、別々にこうそれぞれ の課題をやったりとか、2人で一緒にフォーメーションの練習をしたりとかっていう風にやってました。2-2 ができなくて 1-1 でやってたっていうことでいいですか？はい、ただコーチもいるので、そういう意味で 2-2 コーチに入ってもらって 2-2 でやったりとかっていう意味の、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、Tadahiro, please ask your question. 日刊スポーツ吉松です。おめでとうございます。すいません、去年のフレンチオープンの後、アブダビまでお二人がどのような生活で どういうことをやってきたのか、でそれがなんか今年のこのスタートダッシュにここら辺が役に立ったっていうのはありますでしょうか？そうですね、フレンチの後は、まあ、お互い家に帰って、で、まあ、それぞれの場所で練習をしていて、12月に入ってから一緒に東京で練習を1ヶ月ほどしてアブダビに入りました。でそうですね、まあ、どういう練習、まあ、私はベースをしっかり上げるっていう練習、まあ、サーブ、リターン、ストローク、ボレー、まあ、全てのショットの質を上げていくっていう練習を主にやっていて、で柴原選手が東京に来て一緒に練習できるようになってから、まあ、2人でコミュニケーションを取って、まあ、いろんなフォーメーションだったりとかを練習してマッチ練もやってっていうような形でした。柴原さんは12月にそのアメリカから日本に入るときはちょっと大変でした？はい、2週間、まあ、隔離しましたで、そうですね、その2週間の後にまた NTC に入らせてもらって、青山さんと練習できたので、まあ、そこから、うん、そのなかなかちょっと一緒に
まあ、一緒に練習できてそこでまあ調整またできたので、あの、まあ、アブダビに入る前にあのよくあいい練習ができたと思います。はい、どこを一番トレーニングしてきたんですか。どこを一番練習してきたか。トレーニングとか。あ、はい、私はまた青山選手みたいにあの前でいっぱいポーチに出たり、まあ、いっぱいいい動きをしたいのでそこを、まあ、いっぱい練習しました。すみません、最後にあの青山さん、ラケットがラケットというかそれを変えざるを得ない状況に多分なったと思うんですけれども、そこら辺は大変ではなかったでしょうか。そうですね、どうなんだ、まあ、最初はやっぱりもともと使ってたブリヂストンのラケットに慣れていたので、まあ、なかなかいろんなラケットを知らせて、まあ、難しいところはあったんですけど、まあ、でもそうですね、まあ、使えなくなるので、まあ、せっかくなら他のメーカーのラケットも使ってみたいなと思って、まあ、変えさせてもらって、今はすごく楽しくあのまた新しいラケットでプレーさせてもらってます。 OK, we have time for two more questions. Hitoshi, please ask your question. あ、優勝おめでとうございます。と青山さんに質問なんですけど、あのサービス の, あのテイクバックというかそのトロフィーポーズ の, この作り方が変わった思うんですけど、その同時にこう上げるようになった理由と、あとその今感触みたいなのはいい感じになってるんでしょうか。はい、そうですね、もともとサービスはあのもういろいろなあの打ち方を取り組んでいて、まあ、より今よりもいいサーブっていうのを取り組んでいて、で、まあ、もともとは本当は下からやりたかったんですけど、なかなかこう、うん、いろんな技術的な問題で上からあの構えてっていうのをまあ長くやってたんですけど、まあ、ラケットも変えたこともあって、まあ、またボールの質っていうものが変わってきたので、そうですね、まあ、今たまたま取り組んでるものは、まあ、今のところはうまくいってると思うので、はい、それを続けて、まあ、もっといいサーブが打てるようになりたいなというところです。コーチから変えてみたらって言われたりしたんですかね。そうですね、アイデアはいつもコーチからもらってるんですけど、それをやってみて、あ、これダメだなとかこれいいなっていうのを、まあ、続けて、はい、継続しているっていう感じです。ありがとうございます。はい、Asahi, please ask your question.朝日新聞の堤野といいます。よろしくお願いいたします。あのお二人にそれぞれ伺いたいんですが、まあ、あの組まれてもう1年半ぐらいだと思うんですが、まあ、当初と比べてやっぱりコミュニケーションの取り方とかお互いに求めていくものとかっていうのはだいぶ変わってきたんでしょうか。そこら辺をちょっと教えていただけますか。えなちゃんがどんどん日本語喋れるようになっちゃうんで最初はちょっとこう英語も混じりながらのあのはい、日本語だったんですけど、最近日本語でいっぱい喋ってくれちゃうんで、ちょっとあの英語がもうちょっとやらないとっていう、まあ、その英語をその使ってる雰囲気もすごくいいので、まあ、そういう意味でこう英語をもっとミックスしてくれてもいいよっていうふうにはちょっと思ってます、うん、あと何でしたっけ。いや、あの柴原さんはこうどうですか、青山選手と の, このコミュニケーションというのはこの1年半で、まあ、いろいろ話してきたと思うんですけども、まあ、あの別のところにも住んでて結構、まあ、距離的には取りにくい部分もあったと思うんですけど、なんか喋りやすくなったとか変化とかなんか感じたりしますか。そうですね、あのやっぱり最初一番最初に組まれた時から、まあ、やっぱり私がもうちょっとなんかあの
青山さんが言ったようにもうちょっと話せるようになったから、あの言いたいことがちゃんとあの伝えるようになって、まあそこから作戦とかもあのお互い話し合って、まあそこでまあいい試合に持っていけるようになったと思います。わかりました、優勝おめでとうございます。ありがとうございました。Okay, thank you everyone. That we'll finish it there. Thank you, Anna and Shuko. Thank you so much. ありがとうございました。